今日本当に疲れが溜まりすぎていて、今寝たら多分明日の朝まで寝れるんじゃないかっていうぐらい眠気がやばいんですよ。その状態で動画を撮るから、あんまし毎日走行って良くないのかなっていう風にね、思っちゃうわけよね。俺この前ね、すっごい夢見て、でその夢が何かっていうと、僕カードショップに行く夢をよく見るんですよ。夢の中でこれ夢だって気づいたの。すごくない？夢だから覚めないうちにカードたくさん見なきゃっていう風に思って、そのカードショップにあるカードをね、めちゃくちゃ見まくったの。売り物とかそういうのあるわけじゃん。だけど自分はもう夢って分かってるから、それもう開け放題じゃんね。開けまくってたの。そしたら店員さんに、すいません、お客様そういうことやられると本当に困るんですよね、注意されて目が覚めるっていうね、そういった夢を見たの。これさ、本当に楽しくて、普段引きこもってる僕は彼女にしか共有できなかったこの話を誰かに共有したいと思って、今ねこの場を借りて言わせていただきました。全く動画と関係のない話をしているので、皆さんスキップしようとしたでしょ。 YouTube の動画ってスキップされまくると、この鼻の描き方変って言われるんですけど、そんなに変ですか？ YouTube の動画ってね、スキップされまくると動画の評価が下がっちゃって低い評価を受けちゃうんですよ。だから YouTuber はなるべく動画がスキップされないように工夫したりとかするんですよ。俺はね、それを思った。そうやって小手先の工夫するんじゃなくて、ちゃんと頼めばいいんじゃないの、ということで今から頼みますね。俺の動画スキップしないでください。お願いします。皆様のこと愛しております。その愛を受け取ってください。本当に皆様のことを恐れています。お願いします。あー、いやいやなー、あらそったらくだらるふだるだなぁ、っていうか、今月のファンレター2通しか届かなかったんだけど、おやおや、お前ら俺に伝えたいこともうなくなったの。あー、わかった、いいよ、へー、そうなんだ。おい、それで他の YouTuber にファンレターとか送ってるもんなら俺マジで怒るけど、怒り散らかすぞ。さっき疲れてるとか言ってたけど、そんなことないかもしれない。意外とテンション上がってきた。このミニオンのやつはね、同時に女受けも狙えるということでね、僕の中で結構お気に入りアイテムということで、この前ユニバ彼女と行った時に買ったんだけど、どうだろう、その作戦聞いてるかな。これでファンレターもらえるかな。チャンネル登録してね、欲しい。今回はね、何を話すかというと、男子が友達としてしか見れない女性の特徴っていうのを集めてきました。友達止まりって言われてるやつね。もう4月になるとさ、新しい出会い絶対増えるじゃんね。ここで言ってしまえば、行動を起こさないと何も生まないわけなんですよ。というかね、僕がそうだった。僕はね、短大に入って3ヶ月で卒業した偏差値40の短大王なんですけど、短大王の僕は短大に入った時にお金が本当になかったから貧乏だったんですよ、僕は。だから自分に自信がなくて、女性に対して行動っていうのを移したかって言われると、移してなかったの。その結果、友達止まりどころか友達にもなってないみたいなことっていうのがあったので、やっぱみんなにはさ、そういったさ、失敗っていうのはしてほしくないとは、まあ正直思ってない。まあでもさ、失敗しない方がいいじゃん、ということで、今回は僕のね、知識と絡めて皆さんに情報を提供します。皆さんが新しい出会いの場に行った時にそれをしないでください。そういったような動画でございます。はい、尺伸ばしました。やった、これで何分の尺稼げたんだろう。すいすい。いろんな男と遊んでる女の子、男の子と遊ばないとそもそも彼女になる確率っていうのも少ないから、遊んではいいと思うんだけど、わからない程度に遊んだ方がいいと思う。遊ぶならね、例えばよく一緒にいる男子一人一人と遊ぶみたいなのは良くない。それすると友達止まりというか、ビッチな感じしない？そういうのって。だから例えば遊ぶなら他校の人だけみたいな、まあそういうことをやればいいと思うけど、結構下水ね、この話。遊び散らかしちゃダメ。グループの男子全員と関わるみたいな、でその中の一人と大体セフレで終わるっていうのがオチですから、最初は接吻だけするんだけど、その接吻でいろいろねことが進んじゃって、自分の体中ね接吻されてね、キスマつけてくる女の子とかいるからね。大学生とかになるとね、次の日学校でキスマつけてきて、やっちゃったんだよねみたいな女の子本当にいるからね。俺もやりたい。ほぼ毎晩 LINE 繋いでくれて、一緒に勉強したり夜更かしに付き合ってくれるのは普通に友達なだけ。今回ね、私って友達泊まりで終わってるんじゃないのかなっていう女の子の相談っていうのを募集したのね。その相談だと思うんだけど、俺思うのが、ほぼ毎晩 LINE を繋ぐっていうのはさ、友達でもありがちなことじゃんね。だけど夜更かしに付き合ったりとかさ、そういうことをするっていうのはやっぱ特別な存在になってんじゃないのかなっていう風に思うんだけど、俺はその状態で本当に友達としてしか見れなかった女の子もいたから、なかなかそこは判断が難しいんですが、電話とか LINE とかじゃなくてデートに誘ってみるとか、そういうことしないと友達止まりで終わっちゃうと思うんで、早く相手をねデートに誘うっていうことをしてください。まあその行動ができないと終わりへ。自己中な人、自己中な人いるよな、マジで。俺の高校にもね、自己中な女の子っていうのがたくさんいた。その子たちっていうのは同じ学校の彼氏はいなかったね。基本ね、同じ学校の男の子たちは近づこうとしないんだわ。だからこそその自己中なところを知らない他校の男子っていうのが女の子と付き合うみたいなことがねよくある。これはね、どこのね地域でもあるあるだと思うんすよ。結局は顔。うわ出た、結局は顔なんでしょ。男は顔しか見てないんでしょ。結局顔だって言って言い訳して努力しないやつほんまに無理だから。
からそれやめてください。僕のチャンネルの視聴者は結局顔っていう言葉ね、絶対やめてください。人生かけるぐらい努力して何も生まなかったらそれはもう結局顔だって言ってもいいと思うよ。だって自分が証人なんだから。証人にもなってないのにお前はなんでそんなこと言えるんだ。悲しいこと言うなよ。抱きしめてあげる。普通にタイプじゃない人、これはね俺正直関係ないと思う。本当にこれは今まで黙っててごめんなさいって感じなんだけど、僕は21年間男をやってるんですよ。それで男友達も結構いる中でタイプの女の子と付き合えたっていう人あんま知らない。そういった話をしてなかったっていうのもあるのかもしれないんだけど、どちらかというとタイプとかそういうのはあったらいいな程度のさ項目でしかないわけよ。だけど実際に仲良くなってさ恋していくとそんなの関係なくなっちゃって、その恋した相手がタイプの人間になるから、そんなことがないから意外とね気にしなくて大丈夫だと思うけど、もしかしたらお前はタイプに含まれてないかもしれない。小中高イモすぎて女性として見られず、自分磨き、かっこ筋トレ、メイク、服をしたらモテました。そうなのよ。高校1年生の頃本当に名前も知られてないようなめちゃくちゃイモな女の子がいて、その女の子が高校2年生になった瞬間にクソ可愛くなったの。だけど男子はあの子可愛いよねっていう話を公の場ではしなかったの。なんでかっていうとガチ恋勢が多すぎるから、その子本当に超モテてたのね。だからあの子可愛いよねとかそういう話をすると男子が警戒しちゃうから、みんな口に出さないっていう、そういった暗黙の界隈みたいなのができたのよ。っていうぐらい垢抜けた女の子ってめっちゃ強いから、今自分ってイモだなって思った人はそれねモテのチャンスだから、本当にダイエット頑張ってメイクとかいろいろ頑張った方がいいと思いますよ。そこで結局顔だって言ってるやつは一生イモ、じゃがいも、さつまいも、ギャーで笑う人、オラウータン笑いみたいなやつでしょ。僕ね結構ショーツとかでオラウータン笑いする女の子はあんま好きじゃないみたいなこと言ってるけど、あれってね短い動画の中で言ってるからあんな風になっちゃうんだけど、詳しく言うと女の子たちの集団で男の子が近くにいる状態でオラウータン笑いをすると、まあ、少しうるさいなって思われる。あ、ちなみにオラウータン笑いっていうのはどういうのかっていうとこれです。男の子ってさ女の子のこと笑わせたいのよ。だから二人きりで話してる時にオラウータン笑いされると結構嬉しかったりとかするから、ゲラなんだよねこれ、やばいかなっていう人いるんだけど、全然それはいい。だから僕のこういうくだらない動画で笑ってください。性に無知、めっちゃわかる。本当にこれはあると思う。性に対して私無理なんだとか、私そういうこと怖いんだっていう子もいるじゃんね。恋愛対象には入るんだけど付き合おうとは思えなくなっちゃう。なんでかっていうとさ、男はそういうことしたいよめちゃくちゃ。それは僕を見てたら皆さんわかってると思うんだけど、女の子はさ優しいキスがしたいなってなるけど、俺らがしたいのはセッパン、ベロぶち込むやつ。本当に性に無知だったりとか性に対してそんなに耐性がない女の子と接してると自分がね悪者に感じてきちゃうんだよね。俺は汚れてるから付き合わない方がいいんだなって勝手に思っちゃうっていうのは実際にある。まあ、だけど性に無知な女の子が性に興味を持つ瞬間、一番女の子の中でエロい。声がでかい、テンションが高い。確かにそっか、テンションが高すぎる子って友達泊まりで終わってるイメージあるな。これは何とも言えないところではあるんだけど、普段はテンション高いけど二人きりでいる時にちゃんとテンションが低いというか若干恥ずかしがってるみたいな、そういうところを見ると男ってね何を思うかっていうと、あ、この子ってちゃんと女の子なんだって思うわけよ。要はさ、ネタキャラになってる子たちって女の子として見れないっていう状態になっちゃってるわけね。だけどそういった子たちでも二人きりになった時に恥ずかしがってるとか上目遣いされるとか、そういったような仕草をされると、この子女の子なんだな、うん、わかった、好き。てかすっごい声出しちゃったんだけど大丈夫これ。今ママ上メルちゃんの散歩行ってるんだけど、それでも聞こえたんじゃないかっていうぐらい大きい声出しちゃったんだけど、自分の声量を尊敬してるんだけど。食事マナーがあまり良くない人、これはね友達止まりとかじゃなくて多分ねデートも絶対しないって決めると思う。例えばレストランに行ったりとかコンビニに行くとか、どこかしら第三者がいる場所に女の子と行くってなった時に、やっぱその視線を感じる、ありがとう俺のファン。まあ、何が言いたいかっていうと、食事マナーが悪い人とか店員さんに対しての態度が悪い人っていうのは、店員さんから見たらレベルの低い女と付き合ってるんだなって思われそうだから嫌だ。うぅ、やっちゃった。頼りすぎる、もはや友達っていうかおかん。あ、何でも面倒見見ちゃうような子ね。僕はね体育祭とか何かスポーツを見てる時に指示出しちゃう女の子、俺ねあれクソ冷めちゃうんだよ。そこでシュート打たなきゃとかそういうことを言う女の子ってさ、まあ応援してくれててその気持ちっていうのが出過ぎちゃったっていうのがあると思うんだけど、俺それすごく冷めちゃうんだよね。その瞬間に確かにおかん枠に入る、そいつに頼りたくなっちゃうもん。監督次の指示は、あ、これもう監督枠ですねこれ。じゃあ監督次の指示は何ですか。わかりました、あなたのことを恋愛対象として見ればいいんですね。無理です監督、それは無理です。
です。彼氏ののろけ話をしてくる女友達は脈ない。バカバカお前なんで彼女がお前彼氏ののろけ話で壁を張ってるのにその中から脈があるかどうか伺ってんの。お前待って超大型巨人じゃん。めちゃくちゃ高い壁をこうやって覗いてる状態よ。あとは蹴飛ばすだけだ。お前ならね取れ。私との会話の始まり方が8割9割私のいじりでもね、いじりに関しては友達止まりで終わってる可能性っていうのは別に高くないと思う。まあ、もちろんね、友達止まりで終わってる人はいじられてるっていうのはあるんだけど、でもそれでもさ、会話が始まってるっていうのがあるから、いじられるのとは別で何か恋愛の話とか深い話っていうのをするだけで簡単に自分の魅力を感じさせるっていうことができるから、これは全然大丈夫だと思いますよ。だから皆さんも僕のこといじってるわけじゃないですか。だけど僕がたまに深い話をするんですよね。もうそれでみんな落ちてるんだよ。だから俺ってガチ恋勢多いんだよ。困ります。みんな振りまーす。俺がさ、動画でガチ恋勢多いって言うとさ、ガチで捉える人がいて、本当にあなた何調子乗ってるんですかっていうことをね、DM してくる方々がいるの。そんなお前も好き。酒癖が悪い人、暴言吐いたり怒ったり、女の子で酒癖悪い、最悪です。本当に最悪。男でも酒癖悪いやつ、ほんまに最悪。お酒飲んで表現する人っていうのが、良くも悪くも無理だから、いや、良くはねえよ。お酒って本当にその自分の本性を映してるって心理学でもよく言われてるから、お酒を飲んで暴言吐く人っていうのは、実際にそういう行動をいつか自分にするってことが分かってるから、その瞬間にこの人とは関わっちゃいけないんだなっていう風に思う。これは男でも思っちゃう。でもあんましないけどね、そんな表現するような人。あ、ママ上帰宅したな、これさては。ボディータッチが激しい、みんなにしてるんだなって思う。マジでわかる。でも恋愛系 YouTuber がボディータッチ結構していいよみたいなことを言ってるから、これどっちなのみたいな感じで思う子が多いと思うから、俺的にこれいい塩梅だなっていうボディータッチっていうのがあるから、それを皆さんにお伝えしたいんですけど、それが袖を引っ張るとかそういうやつ、直接肌には触れないんだけど服に触れるみたいな。え、これめちゃくちゃ可愛くない？ねえねえって言われて、ん、何？ちょっとさ、こっち来てほしいんだけど。うん、行くよ、ちょっと待ってて。長文になってしまっても相談を送ることって許されますか？互いにキモいとかバカとか言ってたら恋愛対象として入りませんか？多分ね、今が一番楽しいと思うんだよ、そういう人たちって。だってキモいとかそういった、まあ、言ったら暴言じゃんね。それを一つのいじりとしてお互いで言い合ってるわけだから、これに対してね、楽しさを感じてるわけですよ。で、お付き合いするってなると、それに対してあなた自身が嫌だなって思う時が絶対に来ると思うのよね。例えば今ブスとかキモいって言われてるのは友達だから大丈夫ってなるんだけど、付き合うとね、絶対になんで私はこの人のことが好きなのにこんなこと言われなくちゃいけないんだろうって思っちゃうわけよ。だから以前楽しかったことっていうのが楽しくなくなっちゃって、傷つく結果に傷つく。まあでもね、本当にいろいろ変わってっちゃってね、付き合ってるのになんでこんなこと言われなくちゃいけないんだろうっていう風に思っちゃったりとかするから、これは男の子も女の子もね、意外とこれは難しいかなと思います。 TikTok めちゃめちゃ撮る系女子、確かにな。まあ別にいいと思うんすよ。もう本当に気をつけてほしいなとは思う。やっぱ変な人とかたくさんいるから、自分が上げた動画っていうのが拡散されて何が起きるかわからないから、そういうのは気をつけてねっていう風に思っちゃう。 TikTok めちゃくちゃ撮ってる人もあんま好きじゃないけど、動画でね、あいつらマジないわって言うけど、本心を言うと結構楽しければいいんじゃないのって僕は思っちゃう人なんですよね。だけどいろいろ気をつけてねっていう風に思うわけですよ。うん、何が痛い俺は。あれ、何を言おうとしたんだっけ。あれ、あ、ここどこ、ここどこ、なんだ、新田真剣佑か。昼の誰もいない公園でおっぱい揉んでくる男の心情を教えてください。僕が投げかけた質問に対してこの回答っていうことは、その揉んでくる人は彼氏でもないっていうことですよね。心情も何も揉みたいからに決まってんじゃん。で、それでさ、もし君がやめてって言ってもやめてこないんだったら、友達止まりとかじゃないと思いますよ。本当に揉ませてくれる道具みたいな感じだと思われるので、だからとりあえず僕にも揉ませてください。ここ！何年後お互いフリーだったら付き合うかって予約してる男友達が3人もいる。でも予約だからね、キャンセルされることもあるんでしょ。予約ってなんだろう、マジで。今すぐ付き合えやって思うんだけれども、まあでもキープって言うんですよ、そういうのを。高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。